戦とはエチオピア東部で活動するイスラム系武装、反政府組織、ソマリ人を主体とした。英文の略称は、アンドゥフ、ソマリ語の略称はヤワキソ。1984年設立。エチオピア東部のソマリ州オガデン地方の自治権拡大、分離独立を訴え、エチオピア軍との武装闘争を繰り広げる。エチオピア軍が、隣国のソマリア絡みの対テロ対策で、 アメリカ軍などの強力なバックアップを受けているのに、対し、民族解放戦線側の支援は、イスラム系の団体などからの支援のみで、軍事的には著しく劣勢である。指導者は、ムハンマド・オマル・オスマンである。また、国連アンポリは、アンドゥフがあるシャバーブと関係を有すると指摘しているが、アンドゥフは、同組織との関係を否定している。後の2018年に、 エチオピア政府と停戦をし、和平合意した。活動中のアンルフ、ありがとうございます。